サンデー、マンデー、チューズデー、今日はチューズデー。はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで今日は火曜日です。今日はチューズデー。火曜日はコンビニ新商品発売の日、ウィーということで、今日もローソンさん行ってきたんですけど、この間40周年記念の商品がいろいろ出てるって言って紹介したんですけど、それの新しいのがまた今日出たので買ってきました。ローソンビーフシチューライス。なんかお肉めっちゃゴロゴロ入ってます。なんか他にもお寿司とかハンバーガーとかいろいろ出てたんですけど、これはお肉がゴロゴロ、めっちゃゴロゴロ入ってた、だからこいつに惚れ込んでこいつを買ったのさ。ということで、今日はこちらを食べていきたいと思います。お肉と野菜がゴロゴロ入ってビーフシチュー、開けるよ。うわ、めっちゃ大きなお肉が入ってます。脂の旨味が多い牛バラ肉を、こんな感じでシチューとご飯は別々になってます。あー、この肉、この肉ね、めっちゃ脂の乗った美味しそうなお肉です。うん、すごい、これ口の中でホワンってホワンってなくなりますよ。これデミグラスソースもすごい深い味がする。コンビニのくせにこれやるな。ブロッコリー、野菜もちゃんとこう歯ごたえがあって甘みがあって美味しいです。じゃあちょっとこれね、ご飯にちょっとこの肉乗せて、ちょっとご飯に乗せて、うん、脂の乗ったビーフとご飯の絶妙なマッチ、口の中でほろけ溶ける米と肉のパラダイス。なんか容器はすごい大きいんですけど、こう重なってる分ちょっと底上げしてある感じはします。ガブ飲みスッパムーチョソーダ、スッパシュワー、梅ジュースのちょっと酸っぱい感じです。大きい人参も入ってます。なんかすごいこのデミグラスソースがちょっとほんと味噌なのくらい香ばしいような味わいの深い味のデミグラスソースになってます。お肉まだ入ってます。お肉もすごいいっぱい入ってます。じゃあもう最後はね、これをこっちにドバスと入れて上の容器に入れるとすごい食べやすいです。うん、こやつ肉だと思って、美味しいものは最後に取っとく派で、肉だと思ってたら芋でした。あー、やられたな、やられた。うん、ということですごい大きいね、こんなホロホロのお肉がたくさん入ってて、デミグラスソースの味もすごいコクがあって美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はローソンさん40周年記念のビーフシチューライスを食べてみた動画でした。なんか今回もこれがすごい目立ってて、ほんと具材がすごい大きいので、見た瞬間にあー、これ買おうって思う感じの商品でした。なんか40周年記念商品はまだ16日とかもあるらしいので、その次の商品もまた出てたら食べてみたいと思います。気になる人はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダビーフシチュー、ビーフシチューじゃなくてライスもついててよかった。